分七子タケオはそのタイミングでエレキいたんで無理かな。はい。あ、エレキまで降りて。七子さん、僕らの勝ちだよ。ああ怖いよ。何もないよ。白のズボン履いた方がいいように。履けなかった？マッドメイト。やったー、来たー、マッドメイト。いやー、いいボタン。ナイスです。ハシユさん白だろと考えても。なんで。いや、すごい、僕があの昇降機使って右に渡ったら、アシュさんがなんか停電のバンの前にスッてスタンバった。それは白いな。何を考えても白だろ。マジが嬉しいんだったらやばいだろ。待ってやったアホ。アホ、待ってやったアホ。アホやな、それは。やめてくれ。また楽しみにしてる。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。あーで、ここで待つか。出れない。出れないよ。7個。ああ、七子さんやってそう。10秒くらい前にメインのゴミ箱の弁当が開いてるのをシャワーを浴びながら見てますけど、アシューさん見てます？あー、見てない、見れてなかった。10秒くらい前にメインのゴミ箱の弁当が来ました。はいはいはい。10秒、うん、10秒くらい前で、一応死体確認でゴミ箱の方まで行って、死体はなかったんで、どっか移動してるかもしれないです。10秒くらい前だったと思うけど、10秒ちょっとくらい前、ちょっと数えてないから体感っす。それはどこから見てる感じ？さっき言った通り女性からです。で、アシエさんと一緒に女性してますん。うん、やってました。であれば多分七子タケオはそのタイミングでエレキいたんで無理かな。はい。あ、エレキまで置いてる。今最後さ、メインの左の扉開けたの誰ですか？あ、僕です、僕です。昇降機左行くか右行くか迷って左開けました。いや、なんか赤ど扉開いたのに誰も出てこないから、なんだと思って。ああ、そうそうそう、Uターンしました。これ、昇降機右の方が死んでる可能性高いかなと思って。ああ、停電で。ああ、そっかそっか。エレキだけあって。七子兄貴が多分最後までエレキして、エレキでその前にフルコンさんとも合流してます。はい。で、フルコンさんが多分キッチンから同じ動きでそっち側向かってるので。そうそうそう。で、その後フルコンはメイン取ってシャワーで、最後ずっとシャワーのタオルタスク一緒にやってました。あの、拾ってまでやってるんで、その弁当にも関われないと思います、2人。10秒ぐらい一緒にいるんで、多分ないですね。藤宮の死人はあるんですか、これは。見てない。ない。俺とゲンさんは絶対無理です。まあ、ベンタラーほどけるというね、慎太郎。はい。慎太郎ほどけるって。アーカイブ昇降機右、アーカイブラウンジ貨物。あ、違う、最後はラウンジだ。貨物までは行ってないです。今の話を総合すると、キッチンからエレクトリカルまではいないし、メインシャワーもないって感じ。メインの除染は絶対ないです。メインの除染なし。うん、あ、で、ゴミ箱にもない。うん、シャワーもないです。え、アーカイブさ、慎太郎以外に誰か一緒に湧いてないの？ズーさんが湧いてる。湧いてます。ズーさん、湧いたときどういう移動した？ズーはもうずっとアーカイブで本タスクやって、そのままシャワー行ってます。
扉って開いてた閉まってた、あの湧いた時、湧いた時飛びすいません見てないです。ちなみにメイヤさんはどっから僕が飽きたの見てます？あとエンジンからメインに行く時にメインの扉が開いたから誰か来ると思ったけど誰も来なかったからんって思ったの、あでも僕ずっとゲンさんと一緒にいるから僕このターン絶対ゲンさんできないと証明できます。あはい、は弁当も切るもんがいい、弁当も切るも無理、絶対無理、はい、とりあえず奈々子さんがキルしてそうだな。あら、あら、今七子さんが直しました。あはい、これが直しました。はい。うん、アルマ七子が昇降機右の配電盤前にいたのは僕が確認してます。え、どっから？上から。いや停電中上から見えないですよ、クルーの視界は。え、開けた時だよ。うん、なるほど。え、全然おかしくなくない？まあ開けて速攻のボタンだった気がするから、まあ別に見えるか上から。はい、ゲンさんってエレキいましたよね。ずっとエレキです。ですよね。あ、シエさんが停電前に映ったぐらいかな、うん、人情報。そうですね、展望の方に直しに行こうと思って、脇が宿舎で7個フルコン、ズズ、はい、ズズが宿舎で湧いて、はい、で、そのまま金庫でミーティング向かってるので、うんうん、剣士がミーティングには来れないと思うんだけどね、多分。うん、と思う。ズズはその後。あ、ズズはミーティング行ってない。エンジン込み武器庫で終わった。あ、そうなんだ。ズズは降りたんだ。あっち行ってんの、ね、降りた。俺降りた。じゃあまあ浮いてるわな。浮いてる浮いてる。うん、あ、それ総合するとフルニキも白は出せる今回。だからさっきのエレクトリカの時もそうだけど、今回はミーティングの方に上がってるとズズが、剣士が来てたら絶対ズズが死にするはずだから。うん、アルマナナコも絶対無理です、ね。うんうんうん。うんエレキで見てないから原産も厳しそうな気がするけどな。停電になってちょっとしてから原産とすれ違ってアスタリスクのタスクとグルグルのタスクやってて、原産が最後までエレキにいるんだったらエレキには死体はないと思いますね。ないと思いますよ。うーん、へー、原産ってどこですっけ。今回のターンはアーカイブで湧いてラウンジで戻ってアーカイブシャワーで終わりです。これ高田さんが削れたことから新太郎さんとズルさんとは初手切りの容疑者来るのダメですか。無理だと。え、どういう不思議君の死人が長くないですか。だってそもそも容疑者っていうのは、その前に剣士が前回の時点でアーカイブ脇の人を相当疑っていたので、そうですね、特にズズをねほりはほり聞いてた感じもありますよ。でも、うん、僕が大丈夫なのって、まあ、フルコンさんもそうですけど、慎太郎さんもアーカイブで湧いて、僕がそっち側にも行ってないし、あ、というか、ズーさんは僕目線ほぼ無理です。そうそうそう、慎太郎さんって、慎太郎さん目線で僕って白なのと思う。あの多分、前半僕が見てて、後半、ズーさんをフルコンさんが見てるから、僕目線は結構今、幻明夜の二神街が見えましたね。いや、わかる、めっちゃわかる。幻明夜二神街はマジで、だって、初手でキッチンに湧いてんの、4人ぐらいいたはずですよ。うん、もう一人がちょっとまだわかんねえな。ただ慎太郎くんはこれキルできなさそうな感じするから、ナイスナイスナイス。幻明夜の二神街ってことは二郎ってことですかね。わかんない。ただライン戦だと思ってるから今回、初手切る竹七がエレキ、幻明夜が左側で、まあアルマーシュがメインの女戦、うんうん、まあ一応僕弁当情報も出してますけど、うん、で新ズズが、まあ新ズズってか新様がズズさんに無理なんでしたっけ。うん、ブルコンさんが人外じゃないんだったら無理、うんうん、初手はね僕もズズとアルマはなんで慎太郎が人外っていうのは追えないの。うーん、なんか確信があるもんそれは。
なんかアルマガだからマットメイトっぽいなって、そのメインホールの扉開けだけ見たりとかしてさ。いや、ごめんごめん。エンジンメインのドアを開けて、僕は数秒そこで立ち止まった感覚があったので、メイヤさんがエンジンメインに向かってる時に開いたのを見たっていう発言だったら、まあ、ちょっとおかしいかなって思った。いや、それはゲンさんと一緒に向かってるから別におかしくはないと思いますよ。確かあのターン、キッチンに沸いたのが僕と奈々子さんと、ゲンさんともう一人誰かいたはずで、で、奈々子さんが敵の方多分行ってるね、エレキの方行ってるんだと思うんだけど、で僕はゲンさんと武器庫、コミュー、エンジン、メインって言ってるから、別にそのメインの扉が開いたのって見ててもおかしくない。多分扉の話というよりかは藤宮ちゃんのその死体の位置を推理する方が理があると思ってて、うん、で、うん、昨日も話した通り、剣士の想定でいうとアーカイブ、リアクター右、貨物あたりにあるんじゃないかっていうような推理ぶりなのかと思ったんだけど、あとでもアルマさんのその矛盾点をもう少し高くするようですが、アルマさんって弁当メインで、まあ、お見かけ見て、はい、で移動して、多分その方が切ってるみたいな話ですけどね、基本的には。いや、わかんないです。藤宮の死体を見つけてないから、そもそもそれもわかんない。別の人間の可能性も大いにあると思うし、巨人がそこに入ってる場合も大いにあると思いますけど、僕が、メインの左側のドアを開けて、数秒立ち止まって、結局僕は最後、メインの左側くらいまでしか行けてないから、メイヤさんがエンジンメインに入ろうとしてるんだったら、僕のことをなんで見てないのかなって思ったら。いや、ゲンさんもそれは見えてないと思うけど。それでいて、アルマはなんで慎太郎を疑わないの？なんか、素直に考えれば、メインで弁当が。疑わないっていうか、メインでアーカイブとかに湧いてる可能性があるっていう話が出てて、アルマ視点で慎太郎くんが怪しくならない理由はなんで？じゃあ怪しくないっていうか、別にメイヤゲンが一番実践で黒く見るのは当然だと思います。だから、メイヤゲンが繋がってるっていう証拠だったら、僕視点で慎太郎アルマの繋がりも見えてしまうから、それは。そうそう、別にそれは、あります。それは別に、おのおのの主観だからどうでもよくないです。僕はメイヤゲンが一番黒く見える。出て、当然だと思います。舵取ってもらった方がいいと思う。うんうん、もうなんか、まとももないわ。確かに。まともないわ。ゲンさんと一緒に向かってるからおかしくないって、だからメイヤゲンって言われてるんですよ、今。だからなんで慎太郎疑わないのかを聞きたい。もう一個、ちょっと、OKOKOK、ありがたい、ありがたい、ありがたい。ウルコンさんが、ウルコンさんだったら、ナナコさんがエレキにいたことは確定するから。ありがとうございます。何度も言ってますけど、メインの左側間しか最後移動してなくて、メイヤさんを見てないから怪しいって言ってるんですよ。エンジンからメインに入ろう、あ、エンジンからメインに向かってる時にって言って。フルコンさんがシェリフなことによって、ナナコさんがエレキ行ったことが確定して、はい、で、僕はフルコンさんと会ってないので、うん、その後のナナコさんを見てるっていう状況です。で、はい、フルコンさんがこれ、舵取ってもらった方がいいと思います。うん、すね。ズズがシャワーでは長くいたんで、1手目は難しそうに見えるんですけど、だどっちから来たかわかんないんですよね。うん、あと、ズーさんはアーカイブから言ってますよ。ってことを慎太郎さんが知ってくれるから、ね、からそこのラインか、竹尾七子は大丈夫だと思います、少なくとも。で、僕もエレクトリカ行ってるんで、で、だから、ゲンメイヤか慎太郎ズーなんですけど、ちょっと僕からもう見えないんですよ。2手目も、心配ならライン的に1枚ずつ落とすのも構いません。じゃあアルマメイヤめっちゃ時間使ってるから、うんうん、あと2手目がね、ズズの位置と高田さんの位置的にね、結構怪しいんですよ、ね、だからまあまあ的な高田さんの位置ってもう分かってるんでしたっけ、そもそももうどこにいるよぐらい分かってないっす、分かってない、分かってないんか、あ、そうそうそう、うん、勝手に左の方やと思ってました。そうなんか逃げるともう輪がないので、うん、結構難しいから、うん、難しいですね、うん、ただ僕、中野アルマって結構白目に見てて、うんうん、そう、弁当の話出したのと、弁当で行ける範囲で死体がないかって確認してるところが結構白目に見てて、うんうん、でその次のターンで僕結構疑われたんですけど、停電、昇降機上で直してる感じです、うんうん、まあ、別にそれはそんな疑ってないです、うん、まあ、停電開けてちょっと時間経ってたから全然見れると思います。僕とゲンさんからするとアルマくんが怪しくなるのはもうよ当たり前なんですよ。だって僕とゲンさんはお互いで確実にできないのに、アルマくんが右側、慎太郎とかズズさんの疑いをせずに、ゲンメイヤのラインの方を強めに押してくるのが、うんうんうん、だから、うんうん、何度も言ってますけど、うんうん、あ、オッケー、じゃあ、俺話したい、ドラするとしても、うん、中野メイヤというよりかは、俺は多分、タロちゃんの方が、ゲンメイヤかタロズズ、タロ中野のラインがありえるので、タロちゃんから、が一番人外目に見てるんだけど、うん、正直。広いです。
僕は対抗は明夜君にあげますね。ラインの方が明夜君に見えるから。明夜強人間ボスだ。まあ僕多分死ぬんで、明夜君ってください。原明夜二陣外だと思ってるんで、もう一陣外わかんないです。原始で明夜さんできないというだけで強人の可能性はあります。そう、三陣外やる可能性高いんで、サボ意識高めで。全部開閉してこ。あ、やべやべ。やべやべやべ。やべやべやべ。あ、フルコンです。メイヤーさん切れました。おお、はい、シェリフ名屋さん切りましたで通報です、はい、で、うん、アルマさん見てないっす。はい、まあエンジン前ですで切りました。ですね。で、うん、あ、じゃあ原産アーカイブ証拠を縮したエンジンと言って下ここで知ったアルマさんは見てなくてエンジンで切りました。はい、うんうん、で考えると原名やのラインで原産ラインっていうか私は繋がれた側なんだけど、うん、どっちかっていうと私別に名屋さんがそのキルが不可能な位置とは言ったが強人を否定したわけではないので、うん、あ、今回初手キルは絶対できないし2つ目のキルを名屋さんは私に一方的に白を出しただけで私目線名屋さんができないとは一言も言ってません。あとなのでこれで明夜さんが黒いから現場で釣ろうっていうのはちょっと納得ができません。まあ皆さん目線、皆さん目線しんどいって言うんだったら釣ってください。まあ私もボタン押してるんで。あの中野くんの遺言で現明夜だっていうのをずっと言ってたってことと太郎ちゃんも同じく現明夜だって話をしてたからっていうことになるんで、原産を落とさざるを得ない理由が、はい、要するに、うん、あのミヤちゃんの死人がここまで全く出ていない状態で、藤宮さんのキルに可能性が私目線で一番濃いのはズズさんになりました。ズズさん、高田さん、慎太郎さんの中に私は一応いると思って、ズズはないですよ。慎太郎さんからアーカイブで見られて俺が下に下ってるとこ見てその後フルコンさんと出会ってるんで僕いつキルするんですかってなっちゃう。だとしたら慎太郎さんで押してることに私はかけます。あ、大丈夫です、ね、今コミサボ中なので、はい、ここで原産を落としてコミサボを直してもう一回ボタンを鳴らせばもう一回釣りできます。はいはいはい、うんうんうん、はい、なんでボタンハマってる人っています？あ、七子さん今回ミーティング押せなかったので俺が押せるはずです。あ、はいはいはい、はい、俺が押せる。誰かがキッチンとかそのエンジンとかで湧いた人が速攻で直してもらってっていう形が一番いいと思います。うんうん、アルマさんはね、ただ、ベント情報自体がね、結局何だったのかなとずっと考えてたんですけど、うん、うん、アーカイブには少なくとも飛べない位置のベントなので、そうなんだろうよね。言ってたのマットメイトとかだったらっていうのはないんですか？あのアーカイブからシャワールームには下ってってないんでリフト側行って入ってとか。まあ、あのアルマさんからそれが出てないのが不思議です。ああ、そういうことか。あのアーカイブ付近でキルあったかもしれないっていうだけなんで分かんないですよね。うん。ちょっと出力上げればよかったかな。ケンさん。ナナコさん、僕らの勝ちだよ。どうすんだ。ナナコさんに任せよ。終わらんね。終わんないっすね。終わらんね。終わらん。ちょっと待って、だ結局キル位置を推理するしかないから、うん、まあ多分ズズがもう当然ヒットになるからズズから話した方がいいな多分。あれ2回目のキル藤宮さんキルの時の話だよね。そうなるとそうだ、要するに、うん、藤宮キルが多分、うん、あの剣士からのねあの、うん、疑いでズズがアーカイブ位置のところで疑われてるから、うん、で太郎ちゃんだけがそれ図はないって話をしていた。うん、そう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 。あ、だから慎太郎さんと僕がつながってて実はアーカイブで切っ
て戻ってシャワールーム行ってフルコンさんと会った可能性があるって言ってるってことだよね。つまりあるとしたら、つながりがあるとしたら、あ、ていうかごめん、あのミヤちゃんキムに関しては7個鬼木フルコンまで全員無理だからズズ足しかありえなくて、でも僕はあれですよ、あの女性をアルマと一緒にやっててフルコンさんの後ろにいてる状態っていうのもフルコンさんが分かってるはず。ああそっか、先にシャワー行ってるからフルコンさんの方が。それをフルコンさんが分かってるんだとしたら、まあ正直ズズさんしかないかなと。藤宮さんキルだよね。俺だって弁当が動いた時って俺フルコンさんとずっと一緒にいるし、これ以上言いようがないんですけど、慎太郎さんから早々に下行ってるよっていう話も出てるし、10秒前やったか、まあでも慎太郎くんがそっちのキルに関わってて、高田さんのキルをズズさんっていうのはまあありえるかなって、それはありえる、高田さんのキルはありえる、そっちがありえる、ありえるありえる、そうなのよ、そっちはむちゃくちゃありえる、ありえるんだけど違う、でも違う、証明ができないな。アシュさん、竹尾さんって2回目のキルって証明されてないんでしたっけ、浮いてるんでしたっけ。結局2回目のキルは僕はあれ浮き位置です。あのゲンさんから、セキュリティの方を抜けてったっていう情報が出てる。竹尾さんは2回目、そう、高田さんキルの時、もしか覚えてないっす。あらまあ、その時は、鬼木は昇降機の上から見てたっていう。あ、そっかそっかそっか。ああ、それか。だから一応僕はできる位置ではあるから。だから結構2回目のキルってめちゃくちゃ容疑者がいるから。難しいな。これになってくるよな、でもな。そうだよねー。ああ、無理だねやばいやばいやばい、ちょっと僕にできること何もないんで、僕にできることは何もありません、僕にできることは何もありません、僕にできることは何もありません。切って即レポしてくれ七子さん、怖いよ、何もないよ、あーやばいやばいやばい、いやー、おにき最高だぜおにきよかった、大好きだぞ、おにぎ、七子さんありがとう、最高だ、フルコンさんごめんね、悪いな、フルニキはっきり言って迷惑を切った時はマジでヒヤヒヤしたぜ、フルニキまずいか、完璧だ、このラインなんや、完璧すぎる、おにぎ藤宮くんの死体は診察にありました、あるぜ、友情ラインだ、最高すぎる、おにぎが、うん、俺たちの鬼気、あー、ナイスアイト、お父さんのメイヤさん切れたとこはめちゃくちゃナイスだったんですけど、そう、俺ね、キルクル溜まってたんだけど、これ、うん、足湯さん右から来てるから、うん、あのここで俺が切って通報されてってなったらやばいかなと思って、キルのためだったら切られちゃったんよ、まあ、でもゲンさんまで釣れるラインだったから良かった、そうだね、そうだね、切れたことでゲンさんもう行っただろうって思っちゃってましたね、うん、私の目線ではメイヤさんは初手できないだけで、全然他、初手は七子さんですから、メイヤさんが何度も何度もゲンさんと僕は絶対に寄せてる、鬼気が入りました、メインの弁当って、ああ僕かもしれない、おにきっぽいけどね、メインからおにき持ってきたから、うん、あれ、そうそうそう、おにきなのかなってのと、絶対おにきバイタル側行ってるはずなのに、そうそうそう、ならないから、レポートがならないから、あれあれって思ってたらおにきだった、よかった、マジかー、いや7個さんもあったな、いやー、勝った、そうですね、
いやめちゃ強だったし、多分あれは分かんなかったと思う。多分ミヤちゃんも剣士もあと中野くんですらも全員位置が見られてなかったから、うん、俺なんだミーティングに向かってる中野くん見られてたら俺詰まっちゃうし、うん、あ、うん、そう難しかったっすね。あれは多分人海後は全部議論握ってたからな。うんうんうん、それは早く決めましたな、アルマミアの話を。よかった、内通が強い、内通が。なんだろうな。